ドンミシはるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、というわけでですね、先日私たちの最高到達点12月12日にゼップワンマンをさせていただくんですけれども、そちらで一緒にパフォーマンスをしてくださるダンサーさんをオーディションで募集しました。オーディションを振り返って解説をしていこうという動画になっております。今回審査員にゆうたさんというダンサー界では名前を知らない人はいないっていうぐらい素晴らしいプロのダンサーさんも審査に加わってくださって、でプロダンサーから見た時の審査目線と、チェコから見た時の一緒にステージ立ってみたいなとか、エンターテイナーとして審査させていただいたりしたので、そのプロ目線とチェコ目線からの2つの審査で今回やってるので、それをちょっと解説していきたいなと思います。ナンバーワンってさ、一番やばいね。そう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 、緊張するよ。思い出すね、うん、カバンにここについてる。チェゴのグッズで参戦。かわいい、ちゃんとチェゴティー来てくれてる。あのテピーになってんの。後ろのギャラリーやば、真剣です、私たち、ね、超真剣。トップバッターめちゃくちゃ緊張したけど、結構堂々とちゃんと踊ってて、うん、ね、よかったね、うん、肝が座ってるなと思って。続き見ていきましょう。初めてのオーディションを参加、初めてなんだ、うん、言ってたね。その挑戦したいっていう気持ちでやってくれたっていう、その気持ちがすごい嬉しいよね、うんうん、そうだね。めっちゃ思い出す、わかるね、鮮明に覚えてるわ。本当に初めての機会をチェゴにくれてありがとう、うん、めっちゃ嬉しいし、その気持ちね、これからもね続けて挑戦してってほしいって思う。めちゃくちゃ緊張してたと思うけど、うん、その中でも自分の全力を出そうっていう気持ちがこのダンスから見えてすごい良かったですね、うん、ああ来た、まつりちゃん、この子も超アなんですよね。え、そうそう、そうだね。ニューエイジで、うんうん、チェゴンのバックダンサーもしてくれたことがあって、うん、そうだよ、いやもっと緊張感持ってるよ自分。、ね、そういう気持ちで、うん、そう、あのみんなには緊張感持ってほしくないからね、うんうん、確かに確かに。ちょっと大人っぽくない、ね、やば、うん、かわいい、嬉しい、ねえねえねえ、こんなにあるかも、うん、ニヤニヤとなってた、堂々としたオーラと表情の使い方でめちゃくちゃ良かったね、うん、あと私たちのまだ配信されてない無料ライブでやったドリームズっていう曲を振り付け自分で作ってくれてめちゃくちゃ嬉しいね。だってもうマホなんて親の顔してたもん。親の顔してたね、完全に。完全に主婦憧れのセコさんと同じ舞台に立ちたい、それだけです。踊ってみたら踊ってくれてたよね。なんだよね、ありがとう。はるかのプロチャンネルで上げてる動画2本も踊ってくれてる。すごいね。しかも誕生日で踊りましたみたいな、うん、そうなんだ、そう、表現力が、うん、いい。
軸がしっかりしてる。確かに。めっちゃ K-POP アイドルっぽくてよかった。そうだ、うん、ラップしてたね。うちらのさ見える顔さ、うん、真剣すぎる、うん、この子ね、なんか動画で見てる時からうまいなと思ってた、キレキレのダンスってさ、やっぱさ基礎ができてないとさ、移動とかがさ、やっぱり力づくでこうやってやるのとこうやって軌道に乗るっていうのが、うん、もうパッと見で分かっちゃうから、キレキレのダンスショットガン踊ってても、あ、かっこいいって思ったから、うん、一緒に踊るの楽しみだなって思った、うんうん、小学5年生から、うん、あ、来た、この子もチョアですね。それでいつかチェゴさんと共演したいと思っていて、それで今回メンバーを募集ということで、チェゴさんと一緒に ZEP シンディスを盛り上げたいと思って応募しました。自分の今まで積んだダンス歴を今回実力を全部発揮できるように頑張っていきたいと思います。待って、かわいい、ちょっと待って、ちょっと待って、頑張っていきたいと思います。かわいい下から出るこの拳ね、ポテンシャル高いよね、うん、はい、わお、すげえ、緊張してなくない？ダンス歴長くないと思うんだけど、うん、もっとダンスをがっつり学べば、うんうん、めちゃくちゃ花開きそうだよね。めっちゃわかる、ね、絶対続けてほしい、うん、多分ということは、自分が18歳高3か大学1年生ぐらいかな、すごい好きでよく見てました。いろんな上手い人が来るんだろうなと思いつつも、でも自分がやりたいことはやりたいと思うならやろうかなと思って今日は先に報告しました。うん、めっちゃ緊張してたよね。そう、めっちゃ伝わったよね、頑張れって思ってたもん、うん、思った。でもこのインタビュー見てちょっと感動したね。伝わってるのを前から知ってて、やってみたいなと思ったからです。ね、やってみたい。やっちゃうなんの、かわいい。10歳、うん、確かに確かに、うまい、うまい、めちゃくちゃうまい、この子。待って、10歳、腰使いがいいよね、それの。めっちゃ見てる後ろ、あはは、喜んでくれてる、うん、マジこれうまかった、うん、すげー、マジで未来の星、うん、マジで未来の星、マジでダンサー界未来の星、確かに、未来の星。いや、10歳でこんな踊れたらね、うん、勝ち組よ、勝ち組ですね。ちっちゃい時から来ました。めっちゃ覚えてるよ。10歳の方にシフトチェンジしてしまって、オーディションがあるよっていうのを見た時に、あ、やっぱり私なんかダンスが好きなのかもしれない、ダンスもお芝居もどっちもやりたいって思って、で、こういうチャンスやっぱりなかなかないじゃないですか。なのでもうこれは受けるしかないと思って、もう考えるより先に手が動いてました。お芝居をやってました。すごい。
けど、ニコニコ。これスマップだよね。そう。この曲めっちゃいいなって思った。うん、もう大好きな曲。大好き。めっちゃいい気持ちになったもん。わかる。ありがとう、カノン。それだ。カノン、マジありがとう。楽しそうに踊るのがいいね。うん。めっちゃインパクト超強かったマジで。なんかこんなダンスで、うん、あの人を笑顔にさせられるってすごいよね、うん、見てる人全員が温かい気持ちになったもん。なんだよ、趣味で YouTube とかで踊ってみたとかやるのは好きだったんですけど、こうダンスを本格的に習うからやったことはなくて、で今回のオーディションのやつを見て、私も初めて挑戦かわいい。イケイケでしょ。うん、めっちゃうまかった。めっちゃうまかったな。すげ。初だよね多分、うん、もうこれでマジ泣きそうになっちゃって、でこの子の山活動を多分自分も頑張りたいって言ってやってる子だったんだけど、人にパワーを与えるってこういうことなんだなってちょっと思ったんだよね、うん、この回ですごい。 そう、それは あ来た。私自身でも私に踊ってみたいということが未来に、このオーディションを機に人生を変えられたらと思って応募してみました。刈り上げはめちゃった。刈り上げまではるかと一緒。それな。もう親だよ親。いやもう泣きそうだよこの時。ペンラのペン。ショットガン TikTok とかにも上げてくれてて、ね、自由曲で、うん、第6巻を踊ってね、はるかのソロのやつ、うん、1週間で覚えたぞ。1週間で第6巻第6巻ないのむずいぞ。で歌も真帆のね、うん、もう愛おしくてたまらないよ。でも上手だったよね、うん、びっくりした。めっちゃ上手だった。チェゴ愛にあふれたオーディションだったね、うん、確かにリードさん、うん、ここから ね、 そうだね、海外曲は3人ずつなりました、ね、そしたら課題曲がフリースタイルの子が出てきたっていう。そうそうそう。もう目がこうなったよね。はるか、うん、喋り方がめっちゃ頭良さそうな。わかる。そうそうそう。自分が通して自分がどれだけダンスが成長したのかを確かめたいと思い応募したのと、中学1年生の頃からチェコチャンネルさんをずっと見てて、一緒にチェコチャンネルさん、かわいい。全然チェゴよりセクシーにやってます。まず振り付けがね、うん、フロアすごい。すごいね。いいね。これ動きめっちゃ好きだった。重たいんだよ、ね、うん、動きがめっちゃいい。めっちゃタイプ。さっきのセイナちゃん、うん、多分緊張となんか自信ない
っていうところが出てたんだけど、うん、自信めちゃくちゃ持っていいダンスだったよね。そうマジでそうなの、うん、グルービーなんだよ、ね、え、そうそうそう、だからもっと自信持ったらマジで開花します、うん、映えるよね、うん、ガチガチポッパーみたいな、ガチガチポッパー来たね。手足長いのを活かしてる踊り方、確かにってすごい良かったなって、うん、手足長いと結構苦戦するんですよ、うん、琴音さんならではの悩みですよね。手足ちょっと長くて羨ましいですよ。ちょっと長くて、多分足も短いわ、こっちは。ぶち当たったりしてしまって、高一の時に千葉さんに会って、それから自分が頑張ってみよう。なんかもう泣きそうじゃない？確かに。いい悩みで、この人に応募してみました。めっちゃイベントにも来てくれる子で、うん、ニューエイジのやつも爆弾させてくれましたね。うんうん、この子本当に心が真っ白、わかる、うん、本当にもうね、お肌も白けには。確かに、うん、踊りにも出せるのよね。選曲にもわかる、めっちゃわかる。めっちゃわかる。まず、うん、曲が流れた時に懐かしすぎて、懐かしい青春時代を思い出すよね。やばいやん、うん、元気パワーっていうダンスで、なんか振り付けが結構基礎が見える、うんうん、確かに本当にすごい審査しやすかった、うんうん、形とかなんかすごい一個一個が綺麗で、わかる、それプラスパッションとか付け加えたら、うん、結構素晴らしいダンサーさんになるんじゃないかなって思った、ね、でも自信ないんだって。え、絶対持った方がいいよ、うん、来ました、来ました、りょうくん来ました。なんかめっちゃ目立った、うん、もうね、インパクト大大大大、すごいね、オーラが、わかるわかる、元気かましてんのよ。また曲懐かしい。いや本当にさ、乗ってます、うん、なんかバトルとか、うん、確かにめちゃくちゃバトル向き、確かにバトルとかいいかも、うん、ウェーってなるよ絶対、うん、なんかもっとさ、止まるところ止まったかかって止まったらめちゃくちゃいいよね。そうだね、来ました、そらくん来ました、もうインパクト大の男の子、リメンジくん珍しいの、うん、そう、ダンスサークル設立とかしてんだよこの子。まあそれで今回ちょうどあの動画を見て、で世界一楽しそうなダンスの場じゃないですか、僕って、うん、なので、いや自分もその場に混ざりたいなと思って。緊張してなかったよね、うん、本当に楽しみにかまします。私まだね見えてなかった。靴は、え、でも、うん、おぉ、話だよね、話ですね、だね、これも全部フリースタイルっていうね。目線に困りました。でもなんかインパクトチーム、インパクトチーム、マジ春菜が、春菜が純白、純白春菜。すごいこの子もパッションすごいあるから、うんうん、もっとなんか体の軌道がもっと増えたら、うん、動くパーツとかをもっとバラバラにしたら、先にこう意識みたいな、うん、東京都在住14歳川原さんです。この子もめちゃくちゃチョアです。めちゃくちゃチョアです。田中牛のチョアです。あ、アイドル、今の場合です。23歳で北海道の札幌市から来ました。すごい、札幌だからめっちゃ姿勢もいいし綺麗。チアをやってくれました。待って、かわいい、オタクやってます。あ、かわいい、かわいいね。気づかれちゃったよ。チェゴのね、やつですね。
レトロマニア。嬉しい。嬉しい。まずそらちゃん、視野めちゃくちゃ良かった。うんうん、いや本当に。なんか韓国のチアっぽい。確かに確かに、めっちゃ良かった。マジアイドルみたいな。うん。マジアイドルやった方がいい。マジアイドルです。マーイちゃん。この子も生粋のアイドル。生粋のアイドルでしたね。アイドルだった。パフォーマーだったね。うん、癒されました一瞬で。うん、で最後ねレトロマニア、はい、踊ってくれましたね。嬉しいですね。本当に嬉しい。なんかね正直ね、うん、チェゴの曲を踊ってくれた方がなんか審査しやすい。わかる。あの遥かな振り付けをさ、うん、当日は踊ってもらうじゃん。うん、だからなんかあこの子はこういう踊りするんだみたいな。うん、あでも全然それはあのちゃんとね彼と審査したんですけど、ぜひ行きとかはね、うん、ないけど、うん、審査しやすいよねっていう話だよね。そうそうそう、まあ、あとは普通に個人的にあの普通にしあのオーディションじゃなくて、うん、あのめっちゃ嬉しかった。わかる。シンプルね、シンプルね、心を一つ置いて嬉しい。そうそう、あ来ました、あれだ、なんだっけ、文字。そうそうそう、50音って何、やばすぎるでしょ。あ、言えよだよね。そう、ねえ、君のその笑顔奪いたい。奪いたい。これさ、うん、私確かに 60% って言ってるけど 60% もないよね。確かに。桜桜50音してるのにさ、何単語言うねんと思って。一緒です。ギャルだな。めっちゃフリースタイル。うまいですね。みんなうまいよ、マジで。うん、ジーン曲ですね。この方めっちゃうまかった。めっちゃうまかった。ハーフなんかな、どうだろう。見せ方がめっちゃ好きだったな。わかる、めっちゃパッションあるよね。柔らかいし体。よかったよかった。50音の子、50音の子。インパクトめちゃくちゃあったね。いや本当に、うん。なんか正直見た目がうまダンスうまそうだな。わかる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 。オーディションを盛り上げてくれてありがとう。めっちゃわかる。YouTube としても面白かった。本当にありがとう。本当に。もう自由曲もめっちゃ良くて、ね、ダンスめっちゃやってるなっていう感じが、うん、経歴とかも結構すごくて、うん、でラスト自分の殻を破りたいっていうので、うん、オーディション受けてくれて、うん、破れてる感じするけどね、うん、見たら、うん、昔の魔法を見てる気分がしたの。あおあ、なんかそのちょっと破れて綺麗、破りきれてないんだけど、うん、みたいな感覚が、あなんか分かる分かるよみたいな、うんうん、うん、からね、そうだよ、来てくれてありがとうね。イエーイ、かわいい、かわいい、ずっと笑ってて親の顔、やばい、親顔すぎる、親顔すぎる。魔法座だからね、魔法座、ね、いい子なのよ、魔法が親になってます。ああ、この子ね、私たち仙台で、はい、その友達がね、うん、仙台でスタジオを開いているので、うんうん、で仙台でその子がワークショップをチェゴにやってほしいっていうので仙台に私たち行って、懐かしいね。でその時ね受けてくれて、私コレオも出させていただいたんですけど、うん、それにも出てくれて、この子ソロのコンテストを私が振り付けと曲とかもやってコンテストも出場させたので、なんかすごい思い入れあります。うん、そういう機会があったので応募するしかないと思って
マジ、うん、かわいい、うまくなった親の顔です。親の顔してました。来ました、この子も ねかわいい、チョアなんですよ、うん、この子もチョアなんだよね、うん、今ダンス未経験だけど、今からチームの YouTube でバックダンサーを募集しているので、チームと一緒にダンスを送れるチャンスがあったりはやってしまうので、頑張れ。あ、誕生日しよう。結構すごい奇跡よね。未経験だよね。頑張れ。だってもう3人ほぼ超みたいな。そうだね。ほぼ超だよ。ふうかさん、ロック見たかったな。わかる。ちょっと、いや、ねね、7年でしょ、うん、よかったけどね、すごくダンス、うん、スミレもめっちゃ上手くなってたね、うん、セクシーさがめっちゃ私好きでした。ずっと言ってるのかな、ね、そうさ、ダンス歴も昔にね、比べて長くなったと同時にさ、うん、もうここが長すぎてさ、うん、いや、それないよ、それないよ、もうめっちゃ気になるよね。わかるわかる、大丈夫ですよ。で、ダンス未経験でね、それなのにすごい仕事を踊りたいっていうので挑戦してくれた、その心がすごい良かったね。ありがとう。見た目がさ、うん、可愛らしいけど、うん、踊りも可愛らしい、ね、わかる。なんかさ、ショットガンのようにほっこりしたショットガン、わかる、ほっこりショットガンでした。ショービービーでショットガンみたいな感じだったね。めっちゃ可愛かった。可愛い、うん、うん、2人で、ね、挑戦ということで、イケメンやね。チゴのオーディションを受けてくれるのはなんかあるの中で結構嬉しくて、うん、チェゴももともと踊ってみた専門ではなかったから、うん、そう、ね、K-POP やってて踊ってみたに入ってっていう、こう入る時ってさ、なんか踊る時は結構この挑戦していいのかなみたいな、うん、この気持ちがやっぱあって、自分たちもその気持ちをそれ知ってたから、なんかこうなんだろう、挑戦してくれたことがすごい嬉しかったのと、うん、個人的に曲がめっちゃ好きだから、うん、超上がった。そうだね、うん、ダンスが好きなのとか、セロさんの動画を見てなんかかっこいいなって思い始めて、で、小学校6年生までダンスやってたんですけど、ちょっと年齢の都合でできなくなっちゃって部活に専念し始めたんですけど、今回のオーディションって思って、あ、またやりたいなって思ったので受けました。かわいい。オーディションっていうのを初めて受けたのが、うん、またチェゴっていうのがすごい嬉しいね、うん、へー。オーディションの動画がダンスを楽しみたい、一緒に楽しみたいみたいな話をされていて、私ダンス楽しむのがすごい得意だったから楽しそうに踊るねっていう。確かにめっちゃ楽しそうだったね。受けようかなと思って受けました。2年前ぐらいからチェゴのカメラが好きで、ライブとかを目指していただいて、すごくかっこいいなって思っていたので、私の夢の一つとして憧れの人と同じステージに立つというのがあるので応募しました。
それな。めちゃくちゃアニメーション。最初の子すごいね、楽しそうに踊っててよかった。いや本当にね、アシュラちゃんが似合う、うん、確かに。あれだよね、はるかとね、カラスさんの2人の動画ね、なんかあの子めっちゃ形綺麗だなって思ってて、うん、めっちゃこう見て、自分のことも見てって練習したんだろうなって伝わった、うん、確かにそうだね。ポップやってるだけあって、なんかパワーの出し方がなんかちゃんと、うん、なんだろう、上手いところにヒットする感じ。わかる、なんかこういうとことか、そうそうそう、がすごいなんかわ強って思った。うんうんうん、あかりです。よろしくお願いします。あ、来た。はい。この子もね、チョアですね。うん、かわいい。よろしくお願いします。26歳、30歳。お、あれ、10年。衝撃受けましたね。まさかすぎるんだよね。まさかのソーラン節。しかもさ、めっちゃ言ってるっていう掛け声。確かに。うちらが踊ったからかな、ソーラン節。そういうこと？めっちゃ前にね。節、いや本当のソーラン節、元気出ました、うん、なんか若い子エネルギーのソーラン節って感じ、うん、分かる分かる。あ、なんかバレエやってるだけあって、うん、なんかそのラインがめっちゃ綺麗だなって思った、うん、丁寧だよね。そうだね、ハキハキしてて、うん、まあ、ダンスでの本当は自分が楽しむことと相手の方を楽しませるっていうのが一個が目標なので、それを今日も達成できるように頑張っていきたいと思います。できれば私がダンスを今日始めるきっかけとなったのが、地方のダンサーの YouTube だったので、そのきっかけをくれた地方の皆さんと同じステージで踊りたいなっていう気持ちを設定して応募しました。最初の子は踊り方がすごい大きくて、うん、めちゃくちゃ目立つなって思いました。なんかめっちゃヒップホッパーかなって思ったら全然そうでもなかった、ね、なんかなんジャズ、なんか R&B みたいな、スタイルヒップホップみたいな、なんかはるかとかね、そっち系の写真だったよね。確かに、確かにそうだ、うん、みおちゃんダンスオーディション初めてっていうことで結構緊張してたと思うんだけど、うん、自由曲になったらね、ダンス楽しいっていう気持ちがちょっと出始めてきて、うん、それが見えたのが良かったなって思う。さっきのさインタビューの時めちゃカチコチだっためっちゃカチコチで大丈夫かなと思ってカチコチやいの表現。なおちゃんはダンスそんなにやったことないなっていう、ね、うん、マジ意外だった。マジ見えない、うん、意外とグルービーな感じで、ねね、体の使い方してて、うん、グワンって感じだった。そう、なんかミドル系のヒップホップとか合いそうだなってすごい思いました、ね。
なんかやっちゃったみたいな顔してない気まずい気まずいか。あまた初オーディションだ。この曲さ人気じゃない。確かに。待ってインパクト強かったよ。入り入りこれいいね。もう忘れないよもう絶対に。椿ちゃんは最初ねカチコチだったけど踊ったら表現するやんけ。確かに確かに。まひろちゃんもね、うん、なんかダンス楽しいっていうのがすごい伝わって、うんうんうん、でこれで入るのはめっちゃねうんってなる。そうそう、なんかオリジナリティがめちゃくちゃいいなと思った、うん、オーディション初めて、うん、いやなんか初めてなんだけど、うん、緊張してる感じはしてたんだけど踊ったらなんか口パク、うん、しながら踊ってて、確かに確かに。でなんかあこの子オーディションでも楽しむっていう心忘れてないと思って、うん、あーこの子昔のチェロのスピンズのコラボのねコラボ商品マホのやつ来てくれてます。めっちゃ嬉しかった。ヨガみたいなのを見るのが大好きだったので自分も踊れるようになったら欲しいなと思って参加してきました。以前からチェロさんの動画を拝見させていただいたと思いますので今回のこの機会で来ました。この子私の元生徒さんで、うん、まさか来てくれるなんて思わなくてびっくりしました。なくなった。めっちゃ大人じゃない、うん、え綺麗いいね。かわいい、自由曲めっちゃ良かったんだよね、うん、こういう感じで。そうなんかダンスやってないけど、うん、自分で多分振りをね作ってくれて、うんうん、なんかボックスとかやってたよね。そう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 、めっちゃ覚えてる。めっちゃねすごい楽しそうで良かったの、うん、で次の子が自由曲めっちゃ表情やばくて、うん、オーラもめちゃくちゃやばくて、うんうん、演技っていうか確かに、うん、なんかそっち系いいんじゃないかな、うん、表現力とかね。そうそうそう。で最後のセナちゃんはもうめちゃくちゃ上手くなっててびっくりした、うん、ていうかさでかくなりすぎじゃない、うん、もっともこのイメージだった。そうめっちゃもうこんなだったの、うん、めっちゃちっちゃいイメージだったもん。ちっちゃかったよね。ちっちゃかったよね。テニスとか見てなくて久しぶりにパッて YouTube 見たらチゴさん の募集の動画が出てきて、この子もニューエイジ出てくれたしかないと思ってさせていただきました。でまあこの子もすごいチェゴのオーディションに受けてくれたっていうのが嬉しいね、うん、嬉しいしなんかグルービーな感じとか、うん、見せるところを見せる感じがめっちゃ好きだった、うんうん、たまに入るアレンジとかもすごいなんかセンスがいいなって、うん、なんか作りたい創作したい欲っていうのがすごいあるので、うんうんねね、いろんな作品すごい見てみたいなっていう気持ちが出ました。はい、というわけで第一審査が終わりました。受けてくれるみんなが楽しむっていう気持ちを忘れていない子ほぼ多かったので、うん、
なんか自分たちも根は真剣ではあるんですけども、そのオーディション自体を楽しめたから、一個のイベントとして考えた時にすごいいいオーディションだったなって思ったのと、すごいやる気も伝わってきて、自分にとってもみんなにとってもいい経験だったなって思います、うん、なんかすごい個性豊かなメンバーが多くて、見ててすごい楽しかったし、それぞれがいろんな思いがあってこの場に挑戦してくれたことがすごい嬉しくて、この場でまた新たな自分も見つけられた方たちとかもいらっしゃると思うので、引き続き挑戦する心を忘れないで頑張っていってほしいなと思います。みんなの出る姿を見てじゃあ初心に帰れたっていうか、ダンス楽しいってもちろん思うんだけど、なんかみんなを見て、あ、もっと心からこういう風にみんなみたいに楽しまなきゃってすごい思えた。逆に真帆たちの方が刺激をもらった時間だったんじゃないかなって思っていました。これからも諦めないで頑張ってほしいなって思います。その中で落とす人を決めなきゃいけないっていうのはすごい苦だったんですけど、やっぱり私たちの最高到達点っていう、もう一番頂上に達した瞬間を絶対やりたいっていうのがあるので、なんかその気持ちだけはやっぱり譲れないっていうか、それを目指してるので、もちろんポテンシャルとか気持ち的にはみんなできると思うんですけど、ステージに立つ最高なパフォーマンスを見せるって時にもう厳選しなきゃいけなかったので、すごく苦しかったんですけども、マジで これで終わりじゃないから、自分たちもそういう機会を作れるようにまた頑張っていきたいし、なんか諦めないでこれからの人生を楽しんでいってほしいなって思います、うん、二次審査ということで、はい、ずっとのステージに活動したら、その時の意気込みをちょっと簡潔に持ってくれてめっちゃうまい。簡潔に一言言ったね。確かに有名な私自身も成長したいですし、皆さんの踊りをすごく間近で見たいなっていうことを一緒に踊ってみたいですし、それで周りの見てる方々も一緒に盛り上がってもらえたら一番いいなって思っています。千穂さんたちに出会う前までは、素の部分が見れてよかったなって思ってます。いいね、みんな本気っていう感じになってました、うん、いやもう最後のダンスはもう自分が受かるか落ちるかの狭間っていう感じだから、なんかもうさらに熱気っていうかやる気、うん、でも熱気もそうだよね。確かに確かに、熱意とやる気がめっちゃ伝わってて、緊張感とかもめっちゃあって、うん、受かった子たち踊る振り付けを考えるのがめっちゃ楽しみになった。多分私は結構厳しくやりたいなって厳しく私の心で厳しく、やっぱ時にはね、そう、うん、いいステージにしたいし、ね、うん、なんか出るからにはその子自身を成長し、うん、そうだね、そうさせたいというか、成長変わってほしい、うん、もっとダンス好きになったりとか、うん、まあ、先生兼一緒に立つメンバーとして自分はそういう心構えで、うん、なんかもっとチップに対してやっていかなきゃいけないなって思ったので、なんか自分も責任感を持ってもっとやって、うん、なんか最高なパフォーマンスできるような、そのサポートもそうだし、ライブもそう、ライブはもちろんサポートもできるように、ちょっと鬼の心で頑張りたいなって思います、うん、やっぱりはるかも言ったように、
成長をしてほしいという気持ちもあるので、なんかそういったところで私もみんなと向き合ってステップを成功させたいなっていう気持ちがすごいありますし、みんなも成長するから私も負けないように、私も成長の加速をもっと上げないといけないなってすごい強く思いました。せっかくやったからにはもう超最高なものにしたいので、私たち自身もちゃんと気合を入れて、みんなも受かったからって油断しちゃダメですよだからみんなで楽しみながら本気でやりましょう、頑張りましょう、お願いします。リハの映像とか、うん、オーディションを受かった子たちとの顔合わせの動画とかも密着して随時チェゴチャンネルに投稿していくので、多分いろんな物語が生まれると思うんですけども、うん、そこも皆さん楽しみにお待ちください。オーディションの子たち皆さん、はい、すっごく頑張ったな、すごい素晴らしいパフォーマンスだなって思った方は高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。あと私たちの SNS も更新していますので、ぜひそちらもチェックをよろしくお願いします。お願いします。そして大事な LINE アットも、そうなの、友達追加絶対にお願いします。概要欄にあります。あと TikTok も見てね、お願いします。ということで以上チェゴでした。